はい、皆さんこんにちは。改めましておはようございます。本当今人が来てちょっと待ってくださいね。すいません、朝からびっくりしましたよね。皆さんおはようございます。小川さんおはようございます。野原さんもありがとうございます。言ってあったのに、でも難しいですよね。あ、デンズ、ハロー。 I'm happening today. そう、びっくりした。落ち着いた。そう、今日は改めまして始めたいと思いますけども、そう、皆さんよかったらね、また入ってきてください。驚かせましてすいません。こんなこともありますね、新しい場所だとね。杉田さんおはようございます。今まで起きてたんですよね。コーチさん、もうビッグハプニングみたいな。あ、でも今一件落着しましたけど、心配かけました。Ah, yeah, beautiful dress today. そうそう。Today I will sing. そう。At the radio. Radio. そう。今日は、1時から、FM ギノワンで、皆さんもアプリと YouTube で見ることができるんですけど、FM ギノワンさんで、元ギノワン市長さんがパーソナリティの、改めましておはようございます、吉野さん。FM ギノワンで、生放送1時間番組で、全部時間使っていいよって言っていただいたので、心歌コンサートと題して、皆さんには音で楽になる時間を提供できたらと思います。舞子さん、ご心配をおかけしました。ちょっとハプニングがあって。そうあー、びっくりって私思いました。でも今一件落着しましたので、落ち着いて、もう晴れてきました。皆さん沖縄には来たことがありますか？沖縄出身じゃない方。あ、杉田さん懐かしいですよね。こちらカノンです。あ、山津さん、あ、山城さん、おはようございます。今日はね、いい場所を提供していただきまして、カノンのオーナーが、え、雨の日に外で歌ってるなんてありえないみたいな、なんてかわいそうなんだって言って、雨の日でも風の日でも晴れの日でもカノンを使っていいよって、ね、コロナの期間中は。もうだってアメクさんに本当はね、駐車場で歌わせてもらえませんかって言ったんだけど、駐車場とか曽根さんみたいな、なんで外で歌ってんのみたいな感じで言われて、そうしたらカノンを無償提供していただけることになって、はい、ちょっと今日ピアノ弾く気になれないから、今日も外のスタイルと一緒にアカペラです。沖縄はね、本当に今日少し寒いですね。だから私も中はオレンジ、そう、エールカラーっていうか、皆さんが元気になる色を着たいなと思って着ています。舞子さん大丈夫ですよ、解決よかった。すいません。山内さんおはよう、今日 FM ギノワンお世話になります。はい、川上さんおはようございます。小川さん素晴らしい、でも外も素敵です。そうなんですよ、だから私としてはもう絶好調に晴れてて、あー超気持ちいいっていう日は外で歌って、っていうのももう今まで歌ってたこの空間っていうのが相当狭く感じてしまって、公園になれたらね。そうで、野原さん、アメクさんいい方ですね、本当なんかもうスネさんかわいそうって言われました。だから「そう、曽根さんかわいそうなんですよ」って言って、うん、だから歌でね恩返ししたいと思います。まっちゃさんおはようございます。
あんま寝てないですよね、無理しないでくださいね。もう今日は1時からのコンサートっていうか、ラジオでコンサートっていうテーマでさせていただけたらなと思ってるんですけど、そのラジオで歌うにあたっても結局マスクをねやっぱした方がいいよなっていう見解です、それは。だからこうやって歌おうかな、こうやってマスクしてこうやって引っ張って歌おうかな。そう、じゃあね、今日歌いますよ、皆さんごめんね。ナンクルスさ、ナンクルスさ、タコとタイに別れられないけれど、ナンクルスさ、ナンクルスさ、そしたらきっと明日はナンクルないさ。自分に言ってみる。あ、カホン。今リハプニング起こったけど、ナンクルないさって気持ちで、これね、キキさん の作ってくれたイヤリング、風穴を開ける、そう、心の風穴を開けてふーって流していこうって。ナンクルスさん、お聞きください。どうにかなりませんか、この環境を。どうにかなりませんか、この現状を。戦争をくぐり抜けたおばあちゃんが言っていました。なんくるないさ、そうじゃないよ、なんくるすさ、なんとかするわけよ。キキさんもっと可愛く言えるんだよ。だからなんくるすさ、なんくるすさ、過去と他人は変えられないけれど、なんくるすさ、なんくるすさ、そしたらきっと明日はなんくるないさ、なんくるすさ、なんくるすさ、過去と他人は変えられないけれど、なんくるすさ、なんくるすさ、そしたらきっと明日はなんくるないさ、哲学家って言って皆さん調べてほしいんですけど、哲学の学は音楽の学で、早稲田のね哲学科を卒業されたキキさんって方が作曲作詞した曲です。まあ歌詞ちょっと合ってないかもしれないけど、今日はずっと雨みたい、明日も雨みたい、明後日も雨みたい、だから明日も明後日もし明後日もカノンだと思います。ルリコさん、おはようございます。マチャさん、大丈夫だよ、あ、よかった。今はね、歌いたいって思ったのはやっぱ笑顔の輪っか、ね、今日はこんな朝早くハプニングもある中で、あ、渡辺さん、お久しぶりです。ハプニングもある中で皆さんこうやってまたね参加してくださってありがとうございます。
私がやりたいことは心歌で笑顔の輪っかを広げようです。心歌は音楽、音で楽になるっていうのがテーマだなって思っています。そう、ここには私のいろんなものがあるんだ。おはようございます、リリコさん。笑顔の輪っかはこの中の CD の中の4番目に入ってます。持ってる人は聞いてね。私が初めて歌詞を書いた曲です。笑顔の輪っか。音楽で出会えた仲間たち、アンサンブルから生まれる笑顔、そこは音楽の光で満たされる。音楽とともに笑顔の輪っかを広げよう、あなたの心があったかくなるようにっていう歌です。友達はいいもんだって昨日歌ったんですけど、その歌詞が本当に好きで、なんかこんなシンプルな思いを歌にしたいなと思いました。和夫さん、山口さん、おはようございます。今日はカノン提供いただきまして、こちらで歌っております。雨なんですよ。高野さん、中野さん、おはようございます。雨で外で歌ってるなんて大変だよみたいな、それさんかわいそうだから貸してあげるっつって言ってくれました。笑顔の輪っか。川崎さん、おはようございます。皆さんぜひね、コメント入れといてくださいね。歌い終わったら見ますね。笑顔の輪っかをお聴きください。音楽で出会えた仲間たち、アンサンブル
坂井さん、石坂瑠璃子さん、坂井さんおはようございます。瑠璃子さん語りも素敵ですね、ありがとうございます。山口さんおはようございます。川崎さんおはようございます。なんかせっかくピアノあるから弾いてみようかな。適当ピアノだけど許してね。Beautiful, thank you. 誰だろう。Thank you です。ファリボーツさん、Thank you。今日はですね、アメクさんが OK って言ってくれたから借りたんだけど。こんな朝早くにやろうって思う人いないよね。でも私コロナだからイベントやるっていう人多いと思うんですけど、コロナが終わってもやれたら最高だなって思ってて、もうなんか私がめっちゃなんか90とかのおばあちゃんになって、まあ今日ライブ配信しなきゃいかんねみたいな、そんな風になってたら最高だなと思って、なんか最低5年は続けようとか思ったけど、そう、まあでも風邪ひいたり、もう朝もう猛烈に動けないとかだったら皆さんに、あの私勝手に休業してると思うんで、よかったら趣味にお付き合いください。久しぶりピアノ。映んなくていい。これ邪魔である。私はピアノはそんな得意じゃないんですけど。あ、そういえば山口さんがね、北海道からこんな歌を歌いたいって言ってたから、ふるさと歌おうかな。ふるさとってだけで。Traditional song, children's song, very famous.
ふるさと。いい歌詞だから泣きそうになった今。いかにいます父母、すがなしやともがき、雨に風に濡れても。今日は濡れなかったけど、この前も濡れたよ。山口さん、ふるさとです。うさぎおいしいかの山、昆布のつりしかの川とかね、なんかいろんな歌い方できそうですよね、この曲もね。ルリコさん泣きました。山口さん、おー、ありがてがて、ありがとうございます。志を果たしていつの日にか帰らん。ああ、私の志ってなんだろうね。毎日元気で泣きながら笑いながら歌うことかな。志を果たして、やっぱね、大切なものほど目の前にあるな。何回歌うのね。本当可愛いな。今日はカノンっていう場所でやってます。大切なものほど目の前にあるは、この My CD の中に2番目に入ってるよ。持ってる人は聞いてね。いつもハチミツ、ハニー and salt and シークワサー、レモン入って飲んでます。It's a lovely song. Thank you so much. So yeah, lovely, very lovely song. Very children's song だね。Traditional ですよ。マリオ奥村さん、今日も元気印の太鼓さん、そう、今日元気ですってか、歌ってると元気です。そう、この大切なものほど目の前にあるは、沖縄に来た時に初めて歌った歌だな。難病の子供たちとその家族へ夢をっていう団体の歌です。私が今歌った歌詞は全部私も体験しました。今も体験中。みんないろいろあるよね。なんかいろいろ投稿し始めたら私だけじゃないんだなって思います。みんなで頑張ろう。大切なものほど目の前にある、拙いピアノですがお聴きください。無理に笑顔を作った。
べて知ってるようで何も言えなくなって涙止まらなくて今僕が見てるのはどんな下かな有吉さん、いっぱいパチパチありがとうございます。原さん、おはようございます。コーチさん、時間何の時間ウルシパッドさん、ありがとうございます。おはようございます。小田さん、お久しぶりですWe'll be right back.
短歌の時間だよね。マリオさん、Beautiful voice, thank you. じゃあ皆さん振り返ります。野原さん、ありがとうございます。小川さん、ありがとうございます。Vezus, thank you so much. 杉田さん、ありがとうございます。コーチさん、タイムキーパーもありがとうございます。There's a beautiful dress. Thank you so much. そう、吉野さん、改めまして、おはようございます。ありがとうございます。おはようございます。舞子さん、ありがとうございます。山内さん、おはようございます。舞子さん、大丈夫ですよ。解決よかった。お騒がせしましたね、今日はね。こんなこともありますね。川上さん、ありがとうございます。小川さん、素晴らしい。でも、外も素敵。そう、今日はね、カノンをね、アメクさん貸してくれたから。アメクさん、ありがとう。いつもアメクさんにリクエストされる椿姫を歌わせていただきました。そう、外はね、晴れたら外で歌いますね。野原さん、アメクさんいい方ですね。本当に。アメクさん、ありがとう。抹茶さん、大丈夫だよ。ありがとうございます。ルリコさん、おはようございます。ありがとうございます。渡辺さん、ありがとうございます。石坂さん、おはようございます。和夫さん、おはようございます。山口さん、ありがとうございます。高野さん、おはようございます。中野さん、おはようございます。川崎さん、おはようございます。ルリコさん、語りも素敵ですね。ありがとうございます。そう、全部歌詞覚えてるんですよね。覚えてるのしかも歌わないんですけど。石坂さん、あ、酒井さん、いつもありがとうございます。ファリボルツさん、Thank you so much. That's beautiful. Thank you.良一さん、ありがとうございます。山口さん山口さん、おー、ありがたやそう、ふるさとね、また歌いましょうね。ルリコさん、泣きました。ありがとうございます。サルバトーレさん、グラツェミンデ。デズさん、ラブリーソング、いやー、ベリーラブリーソング。チルドレンソング is ふるさと。モリオさん、今日も元気印の太鼓さん、はい、元気です。歌ってる時一番元気です。橋本さん、おはようございます。漆畑さん、ありがとうございます。コーチさん、時間だよ。あ、でもう7時半ってこと？マジ？マリオさん、おはようございます。ありがとうございます。小田さん、ありがとうございます。マリオさん、 Beautiful voice, thank you. 上津さん、あ、乾杯ブラボー、ありがとうございます。デズ、エクセピショナル、I don't know what it means. 誰か英語得意な人書いて訳を。そう、ソエスさん、今日も朝から元気と勇気ありがとうございました。はい、今日はハプニング、もうアメクさんに後で電話しないとね。明日も雨、明後日も雨、し明後日も雨ですよね。あ、毎月カノンからお届けしますね。5年間続けたいと思っているこの活動、最低5年って言ったけど。ね、おばあちゃんになってもずっとこうやって歌ってたらいいなって思います。野原さん、今日もありがとうございました。さあ頑張ろうっと、頑張りましょう。今日私は FM ギノワンで1時から、ね、ギノワン市長さんが元ギノワン市長さんが歌ってって言ってくれたので、そこで数曲歌わせていただきます。生ライブ配信というか、生の、生放送ですね。あとは4時からもう一つ、純英さんという方の番組で FM ギノワンだから、ずっと FM ギノワンにいるんですけど、それであなたの天気は何ですかっていうテーマでインタビューされるそうです。30分番組です。で、そうですね、この2本が一番大きな私の今日のお仕事ね。頑張っていきます。皆さん、また。立山さん、ありがとうございました。